魔物との戦いに勝利した後、天帝の身を案じる王龍は天帝の居城へと潜航。復帰も人界の英雄たちと共に王龍の後を追った。やがて彼らが目にしたのは城内に満ちる魔物の群れだった。その忌まわしい光景に復帰は確信する。今日この時こそ天帝の命が奪われた日であると。急がなくてはまた同じ後悔を繰り返すことになる。復帰は人界の英雄たちと共に天帝のもとへと急いだ。城中から魔物の旋律が響いております。それも数えきれないほどに。この城に魔物があふれるなどありえぬ。天帝の御身に何が？それはどういう意味です？悪用を防ぐため一部の者しか知らぬことじゃが、神鏡は本来魔性を封じる道具。天帝はずっと鏡に魔物を封じてきた。だが神鏡とて万能ではない。強すぎたり数が多すぎる魔物は封じられぬ。ここが魔物であふれているということは、天帝は神鏡を使えぬ状態にある。つまり何者かに襲われているか、あるいはすでに。ならば王龍様の身も危険ですね。早くお二人の無事を確かめなければ。うん、急ぎ城へ入り天帝と王龍を救うのじゃ。戦乱の世を終わらせるため、これが定めなら私も戦いましょう。鏡を持って魔物を意のままにする、あの女の言葉は本当であったか。天帝、王龍はどこじゃ。天帝はご無事なのか。天帝のご座所に急がねば。侵入していようと一刻の猶予もありません。これ口当てろ。終わらせます。橋が上がってしまった。魔物の侵入を防がんとしたのか。攻めす離れましょう。
み砕いてやる。全部これぐらいにしといてやる。敵将討ち取りました。行けるのですね。時にお主、王竜を見なんだ。いえ、お見かけしておりません。そうか、すでに天帝のもとにおるんじゃろうか。執着至極に存ぜる。強き日和お見事、さすがの働きじゃ。御座所にいらっしゃるの。王竜も一緒か。おう、やるの。その調子で囲碁も励むのじゃぞ。この先こそが天帝の御座所。だが何故魔物どもが守っておるんじゃ。ですが、将兵らの士気も高まりましょう。やめよ、王竜。これは魔物を封じる心境ぞ。まだそのように俺たちをたばかるか。このようなものがあるからならぬ。
天帝。あの姿は。ここで戦うと天帝の御身が危うい。いや、ここは引くんじゃ。承知しました。天帝を守りしつつ城を脱しましょう。地獄に存ずる。お見事、さすがの働きじゃ。
安全な場所へお連れし、お休みいただこう。脆い相手だったな。天帝は倒れておしまいになりましたが、オロチの正気で消耗されたのじゃろう。息はある。しばしお休みいただこう。お主らの力があったからこそ、どうにか天帝をお救いできた。礼を言うぞ。天帝のお命があるのはお主らのおかげよ。いえ、しかし王竜がオロチだったとは、わしも、いや誰も知らなんだ。神境に封じられた多くの魔物の力により、あやつは破壊の意志の塊となってしまうた。なぜ王竜は神境を狙うたのか。あれが魔物を封じる宝とは。王竜様は魔物の殲滅を望まれていました。知っていたとしても狙うとは思えません。何か大きな理由があったのでしょう。今となっては聞くすべもありませんが。ところでオロチはどうするのですか。このまま野放しにするのは危険でしょう。歴史がわしの記憶のままであれば、奴は破壊の限りを尽くすはず。わしらは長き時間をかけて戦い幽閉した。今回は天帝がおられるが、いつ回復されるか。戦界を放ってはおけません。復帰様、私たちにも手伝わせてください。そう言うてくれるとはありがたい。すまんが、よろしく頼むぞ。希望の戦力オロチが誕生する瞬間を目にした英雄たちは、必死に天帝を守り抜き戦場を脱した。しかし戦界は強大な敵の出現に混乱を深めていく。天帝が深手を負い、その力を行使できない今、戦界の将たちは団結して事態の収束に当たるべき時であったが、なぜか足並みが揃わない。その理由は誰にもわからなかった。そんな中、魔物との戦いで動けないスサノオに代わり、ナタと孫悟空がオロチ討伐に赴くこととなる。復帰と人界の英雄たちは同行を申し入れ、共に出立した。復帰、久しぶりじゃねえか。人間なんか連れてどうしたよ。人間？弱い奴がいると邪魔なんだ。足を引っ張るならどこか行ってよ。ナタさん、なんかちょっと違わない？変な道具がついてないし、髪の色も違うし。しかし強さは変わらぬ様子。オロチとの戦いには心強い味方です。何をブツブツ言ってるの？僕は早く戦いたいんだけど。まあまあ、ナタ、まずは話を聞くんじゃ。わしらはここを抜け、オロチの元へ行く。ここにも戦海将が何人か来ておるようじゃ。そやつらに声をかけ。そんなの復帰が勝手にやれば。僕、お主は相変わらずじゃの。まあよいわ、行くぞ。
行こうか。戦いが僕を待ってる。食い止めるのじゃ。他にも味方の将がいるようですね。合流し攻略を仰ぎましょう。おいオネスラ、わしらと共にオロチを倒しに行かんか。オロチを倒しにだと？断る。お前たちこそここで倒れるがいい。お前を倒す。敵将、僕が倒したよ。オロチを倒しに行くのか。ならばその前に俺がお前らを倒してやる。なんじゃ、味方が襲ってくるとは。一体旋回の危機を前、私の助力を仰ぎに来た。だが残念なことに、私はキコーラが憎くてならぬ。悟空、オロチなんて僕たちでやっちゃおうよ。いいぜ、ナタ。付き合ってやるぜ。味方同士で争っちゃうこの感じ、なんか前にもあったよね。この時代もあの人どっかにいるんでしょ。あの人が悪さしてるんじゃないかな。バカな、信じられん。こんな状況じゃオロチを倒せないっすか。まずはあの人、たまもの前を探しに行きましょう。超飛竜参る。俺たちはここで終わりだ。魔物前が作った偽物のようですね。他の手がかりを探しましょう。覚悟しろ、お前たちはここで倒れるのだ。目の覚める戦ぶり、見事。新たな軍勢じゃな。さて、敵か味方か。敵でも味方でも手がかりにはなるかも。行くだけ行ってみようよ。オロチ討伐ですか。ならば俺も一緒に向かいます。そういえば南西で怪しい奴らを見ました。進軍を急いだので詳しくは分かりませんが。怪しい奴らか、それは怪しいな。南西に行ってみよう。ここまで来るとはさすがですね。ですがもう終わりにしましょう。敵じゃったか。私が片付けてやる。なんと、ジョカまで敵とは。生きていればあの回の気は。敵将、打ち取っちゃったよ。次は容
しねえぞ。私の負けですか。超死流剣山部。敵将討ち取ったり、目の覚める戦ぶり見事。超死流剣山。知恵を持ってお相手いたぞ。生きていれば挽回の気はある。たまもの前は近くにいるね。探してみよう。面目次第もございません。さすがのお働き。この辺りのはずだけど。見つけたぞ、たまもの前。俺、見つかってしもうたか。心境に封じられし、偽の将を生む力、王竜のおかげで取り戻せたわ。天帝は鏡で魔物を操り、旋回を忌む。王竜はわらわの空の子をたやすく信じおった。魔物を生み出していたわ、わらわだというに。俺が負けるとナタが困るんでな。孫悟空様の本気見せてやるぜ。肉肉しや、覚えておれ。やっぱり僕の勝ちだ。最初から分かった。逃げられたが、賜物前は弱っておった。しばらく変化の術は使えまい。なら今がオロチを撃つ好機だね。賜物前の邪魔が入らないだろうし。みんなようやってくれた。おお、お体はもうよろしいのですか。うん、ケイラが守ってくれたおかげじゃ。礼を言う。あの、お願いがあります。俺たちに心境を貸していただけませんか。未来でも賜物前は悪事を働いてます。彼女を封印するために心境が必要なんです。ケイラは真の恩人。その願い叶えてやりたいのじゃが、心境は王竜により傷ついてしまった。修復は清らな気の中で行わねばならぬ。
じゃが、今はオロチにより旋回は正気に満ちておる。ではオロチを除かねば心境は治らぬのですね。人の子らよ、オロチの捕縛に手を貸してくれんか。チンはオロチを幽閉することができる。じゃがそのためには木を作らねばならぬ。木、わかりました。俺たちで何とかやってみますよ。それじゃあ早速。やっぱり やるよ。へえ、やるね。いや、神教の破損とオロチの誕生は賜物前の暗躍によるものだった。英雄たちは賜物前を退け、天帝も意識を回復したが、神教を完全な状態に戻すことはできなかった。神教の修復には正常なる空間が必要である。しかし旋回はオロチの正気に覆い尽くされていた。正常な空間などどこにも残っていなかったのだ。神教を求める英雄たちに天帝から一つの案が示される。オロチと戦って追い詰めることができれば、その時自分の力によってオロチを異空間に幽閉しようと。それは命を懸けた激戦となるだろう。だが迷いはなかった。未来に希望をつなぐため、英雄たちは闘志を燃やし、オロチとの決戦に臨む。天帝を護衛しながら戦う、そしてオロチ幽閉の好機を作る、それが我らのなすべきことでしたな。そういえば天帝の城で戦った時、少しオロチの動きが不自然だった気がします。力を制御しきれていないというか、時折戦いづらそうにしていたような。あれだけの正気を吸収したんじゃ、まだ体が順応しきれておらんのだろう。なるほど、なんとかその隙をつかめればいいのですが。細かいことは勝手にやってよ。僕はオロチと戦えればいいんだから。おいお前、この戦いが終わったら俺と戦え。なんで僕が弱い人間なんかと。つまんない戦いには興味ないんだ。おいナタ、行ってしまうか。我らも悠長にしてはいられません。さあ急ぎオロチの元へ向かいましょう。人の子らよ。結集し、オロチを追い詰めよ。天帝をお守りすることも忘れるな。オロチ、やつ、俺が倒してやる。魔物が天帝を狙っているようです。我らがお守りする。魔魂を断つため、いざ超軍へ参る。
しかしオロチはあの王竜殿、それを知った今戦いづらいものがあるんだ。オロチを打ち果たすほかないのであろうか。元の王竜殿に戻せればよいのだが。オロチ、僕と勝負してもらうよ。ふん、元に横取りなどさせぬ。奴も討ち取ってやる。君はここで僕に倒されるんだ。ここから先へは行かせないよ。君がオロチ？いや、君が誰かなんてどうでもいいよね。僕がここで倒すんだから。向かわなければ。この辺りは片付いたな。我々は北から越城へ侵入しよう。来たな。ぶっ飛ばしてやる。はっ、くだらんぞ。撃ち出してやる。リベンジ。リーダーは天庭を守りつつ南砦へ進軍を。私もお供します。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。必ずやお守りします。Yes.
これは少々厳しい状況だ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。危ないところでした。援軍感謝いたします。強さが空気から伝わってくる。なんという威圧感よ。またオロチで戦いよ。今回強風を見せ楽しませてみろ。我を浸する子。敵将討ち取ったぞ。何故このようなことになってしまったか。王竜、いやオロチよ、秦は兵を捕らえねばならぬ。この俺の軍、誰にも止められん。無事オロチを幽閉することができた。人の子らよ。ですが王竜殿は。あやつはもうどこにもおらぬ。オロチに返じた折。そんな。おい、ナタはどうなった。あのまま死んだのではあるまいな。ナタはスサノオが蘇らせよう。お主らのよく知るあの姿での、かつてもそうじゃった。ナタはオロチとの戦いで死に、ただし死の前後の記憶はなくなるはず。この時のお主らのことは忘れるじゃろう。ふん、死んでいないのならそれで構わん。未来に戻って戦うまでよ。秦は急ぎ心境を直そう。それを持ちあるべき時へ帰るがよい。この時代の賜物前は姿を消してしもうた。封印は未来のケイラに任せよう。はっ、必ずや。賜物前を封じ心境をお返しいたします。うん、頼んだぞ。強く、そして優しき人の子らよ。最強はこの俺だ。見事なお手前です。たちは本来の時へと帰還した。過去の戦界では賜物前を退け
オロチを幽閉することができたが、しかし今英雄たちの手には完全な神鏡がある。新たな神鏡を与えてくれた天帝に報いるためにも必ずや賜物前を封印しなければならない。再び賜物前の探索に乗り出す英雄たち。ほどなく賜物前を発見したとの知らせを受け、本田忠勝たちは神鏡を手に炎上へと急行した。どうすれば賜物前を封印できるのです？神鏡を賜物前にかざし気を込めよと。復帰殿によればそれで封印がなる。万が一にも神鏡を壊されてはなりません。封印する前に賜物前の力を削ぎましょう。確かに気を込める隙を狙われてはかなわん。彼女と接触したらまずは戦わねばな。承知。いざ賜物前のもとへ行かん。なる全ての者の不要、のみの力で我に挑むがよい。まずは援助へ向かいましょう。城の無事を確認しなければ。よし、今だ。奴らを取り囲め。何？復兵だと？賜物前の手下め。そうだってそうはいくか。私の話を聞くのだ。なるほど。私たちは賜物前の仲間だと思われています。期待に応えねば。私の知略に勝てるとお思いか。粛清。粛清。ないことも、そのまま負けではない。敵将撃ち取った。粛清。ないし。そこでも誰かが戦っているのか。もし私たちと同じようであれば助けねば。一段と冴えておいでですな。君たちは敵じゃないのだ。なぜ、なぜこんなところに。これでどうだ。これでどうだ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。これで援助を進軍できます。早く誤解を解きに行きましょう。やるな、大したもんだぜ。あの城、偽物に騙されてるの。じゃあ、僕も行って偽物を壊してくるよ。背後から敵を一気に崩せ。しまったか。意外だ。
新旧殿たちは偽の呂布殿に騙されていますね。説得が無理ならば策で打って出ます。戦わずに優先して敵を引きつけてください。心得た。いや、水産私の知略に勝てるとお思いか。お任せを。さあ俺と勝負だ。私が討ち取りました。いや、治水さん、期待に応えねば。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。しっかり覚えしとけ。次は容赦しねえぞ。敵将、いや、治水さん、突破。おまけせよ。我が部、恐れぬ者はまかりいでよ。なんて強さだ。今の勝てっこねえ。期待に応えねば。おまけせよ。リクソンからの書状とは、戦の最中に何事だ。なんと呂布殿が。信じられんな。確かめるだけ確かめてみるか。書状は無事に届いたようですね。あとは新旧殿の真理を信じるのみです。
さぬ。お任せを。呂布殿、外にナタがいるようだが、出陣しないのか。構わん、雑魚になど興味ないわ。これはいなこと。先の戦ではナタに固執していたではないか。うるさい奴じゃ。さては、わらわの正体に気づきおったな。本当に偽物とは、もっと早く気づいておれば。ここで陳宮殿を失うわけにはいきません。早く呂布殿の偽物を撃たなくては。城内に火が。賜物前の手の者の仕業か。ええ、城内を混乱させるためですね。賜物前はすぐ近くにいるのかもしれません。なかなかに楽しめたわ。残る者らの悲鳴はわらわら引き出そうぞ。出ましたね、雨物前。あなたが現れるのを待っていましたよ。腕かたれ。敵将討ち取ったり。やりおる。これぐらいにしといてやる。これぐらいにしといてやる。せいぜいあがくがいい。よもやわらわが。今です、心境を。おう、小賢しい。鏡などに封じられるわらわではないぞ。人武敵なし。賜物前の姿、あれは一体。尾が九つあるように見えたが。聞いたことがあります。あれはおそらく九尾の狐かと。長い時間を生き、妖力を身につけた妖子。人を騙すのに長けた魔性です。人をたばかる変化の術、それが九尾の狐の力か。はい、おそらくは。今までは本人も人に化けていたのでしょう。変化を解かれたせいか、凄まじい気を発しているな。この気を追えば行方も容易に分かろう。もはや我らから隠れることはできまい。ええ、あと一歩で捕らえられます。皆さん頑張りましょう。
忠勝殿、ありがとう。その笑みこそ何よりの返礼。等身大で少しあれだけど